特に日本ザリガニは唯一の在来のザリガニでありますので販売目的で行う捕獲や譲り渡しが禁止となりまきょうの閣議で北海道や青森、秋田、岩手の各県に生息する絶滅危惧種の日本ザリガニを種の保存法に基づく特定第2種国内希少野生動植物種に指定する政令が決まり 売買や販売目的の捕獲が来年1月11日から禁止されることになりました環境省によりますと日本ザリガニは日本の固有種で水温の低いきれいな川や湖などに生息しますが外来種との競合などで個体数が減り環境省の絶滅危惧種リストに掲載されていますザリガニは飼育用として人気があり 外来種のアメリカザリガニが来年にも新たな個体の輸入や販売が禁止される見込みであることから日本ザリガニがその代替品として乱獲される恐れがあると指摘されていました。